ミサ・ベハドランは、フィリピンとイランのサッカー選手。サッカーフィリピン代表、フットサルフィリピン代表。サッカーのポジションは MF あるいは FW。イラン人の父親とカパンパンガン人の母親の間に生まれた。7人兄弟の3人目である。生まれはフィリピンのパンパンガ州マラバカットであるが、イランのテヘランで育ち、7歳でサッカーを始めて、プロサッカー選手を夢見た。2004年に学業のためにフィリピンに帰国。2010年度にマニラにあるセントロエスコラル大学で私学の学位を取得。パサルガダエ FC で選手となったアトカヤ FC を経て、2010年にグローバル FC に加入。2011年12月8日には、東京ベルディ1969のトライアルに参加することを彼のチームメイトである星出優が明らかにした。しかし、ベルディへの移籍は実現せず、そのままグローバル FC に在籍している。2018年にマレーシアのペラ FA に加入したが短期間で退団。その後怪我のために2年近く競技から離れていたが、2020年にグローバルマカティ FC に復帰。2006年にフットサルフィリピン代表で初出場、東南アジアの得点王になる活躍をした。2007年にサッカーフィリピン代表からも招集がかかるが、彼の父親が学習への影響を考え断らせた。彼が2011年に大学を卒業すると、父親の許しを得ることができ、代表の招集に応じることができるようになった。2014FIFA ワールドカップアジア一次予選のスリランカ代表戦がその初招集であったが、彼はこの2試合で出場機会を与えられなかったため、ここで代表初出場とはならなかった。フィリピン代表は2次予選に進出しクウェート代表と対戦することとなったが、この第1試合で93分にアンヘール・ギラードに変えて投入されて、代表初出場を飾ったもののわずか2分の出場時間では何もできなかった。第2試合では80分にギラードに変えて投入されたものの、この試合でも彼は、得点を取ることができずに2から1で敗北し、3次予選へと駒を進めることはできなかった。2015年6月11日に行われた 2018FIFA ワールドカップアジア2次予選のバーレーン代表戦で50分に得点し、代表初得点。その5日後のイエメン代表戦でも得点を重ねた。代表での得点一覧2015年12月からフィリピンの女優である。サム・ピントと交際している。私学で学士を取った彼は歯科医の資格を有している。現在はサッカーに専念するために開業はしていないが、将来的には開業するつもりである。その他方で2016年12月にはレストランを開業した。ありがとうございます。